ろんな人になんか JO1 を知ってもらいたい。ちょ待ってめっちゃ怖いドッキリやん。ドッキリでしょこれ。本当に感謝してます。お願いします。緊張しますね。もしもし。もしもし。怖い。あれちょっとわかんないです。誰か。ちょっと。もしもし。もしもし。お元気ですか？え？すいません。ちょっとわかんないです。相当ご無沙汰です。ご無沙汰？え？わかんない。ヒントを出します。はい。社長です。もしかして？なるほど。社長。チェさんですね。改めて紹介します。はい。ラポネエンターテインメントのチェです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ。出てくれるんですね。それぐらいわかるでしょ、声で。いや、全くわかんなかったです、本当に。いや、嘘つけ。いや、本当ですよ。もうどれぐらい喋ってると思う今まで。全然わかんなかったです。もうかっこいい声、もうわからないはずがないでしょ。全然かっこよくなかったもん。なんでやねん。あ、ちなみに今日、うん、川西匠さんを私が密着取材をします。密着、これ密着って言うんですか？10時間かけてやります。長いの長いの長いの。そんなやりたくないわ。2人で。なんでやねん。将来的にさ、こうなっていきたいとか。ん？まあそうね、なんかやっぱもっとこういろんな人に、うん、なんか JO1 を知ってもらいたい。そうだよね。それは僕らの一緒のシム JO1 の方いたね、それは。うん。うん。僕もいろいろやらないといけないと思うし、ただまあ、私としてはまあ JO1 を含めて川西匠もよく頑張ってると思うしさ。うん、残りは僕らのスタッフがもっと頑張らないといけないかなと思ってるけどね。いやいやいや、まあ、一番頑張らないといけないのは私だと思うけどさ。そうやと思います。なんでやねん。そこなんとか殺してくれや。そうですね、なんだろうね、以前話をしたことはあると思うけど、はい、まあこの今の現状も考えないといけないと思うけど、うん、まあこの先ね、3年後とか5年後、10年後、みんなのことをちょっと考えていかないといけないな、というふうに思ってる。うん、まあ、それは事実も常に思ってるということであって、はい、少なくとも、私が一緒に、匠と一緒にいる間に、うん、立派な一人の、まあ、プロとして、できるような環境を作ってあげたいな、というのは、まあ、本当は、まあ、本音ということだね。うん、まあ、シンプルに話をすると、はい、まあ、一人で、まあ、20年後、30年後、さ、40年後、一人で食っていけるような状況を、もう作ってあげたいなというふうにも、まあ、ずっと思ってるけどね。うん。うん。ありがとうございます。うん。チャンス与える。もう、チャンス、うん、はい。今、私に、願うことあったら、一個絶対叶えてあげるから。今言わなかったら、一緒ないよ。何すか、例えばどういう、いや、例えばっていうことじゃなくて、もう何でもいいよ。
ただまあ、あの、叶えることができるようなもの、あの、でもいいし、なんか、わかんないけど、こういう、まあ、二人で、まあ、世界一周したいですっていうことでもいいし、なんか、あるじゃん。仕事でこういうもんもっとやってほしいですっていうこともあるし、なんでもあるじゃん。ドームツアーしたいですとか、僕が言う、じゃないですか。うん。でも、それって、社長が、うん、まあ、社長が、もうもちろん頑張るかもしれないですけど、うん、なんか僕が頑張ることじゃないですか、それって。そんなことないよ。だって僕らはチーム J1 で動いてるから。少なくとも2年以内でそこやりましょうよ。おお。本当ですか。うん、2年以内、3年以内でそれやろうよ。うん。頑張ります。うん。私も頑張るよ。はい。タックミにとって私の存在ってどんな存在なんだ、どう思ってるんだろう。まあみんなも、まあ、言ってたし思ってることかもしれないんですけど、うん、まあ本当に、まあ、父親のような存在じゃないですか、うん、私は知らんよそりゃそうか本人やし、うん、なんかでも、まあ、最初はね、うん、これ言っていいのか分かんないけど、まあ、なんか信じられなかったチェさんのことが怪しいんだもんなんかそう最初はね、うん、うん、でもなんだろうね、もういつからか分かんないけど、うん、めっちゃ信頼してましたね。私はね、ぶっちゃけて言うとね、なんだろうね、J1 の仕事いろいろやりながらね、いつも私としてはいろいろ不安な面があるんだよね。ああ、なんでですか？なんでだろう、なんかあの、結構最初デビューした時さ、結構まあコロナもあったりとかさ、いろんな番組にも、うん、番組にも出られないという状況になった時とかさ、でその時さ、ものすごく私としてはめっちゃ悩んでたんだよね。私が社長じゃなくて別の人を社長をやった方がいいんじゃないかなっていうことをずっと思ってったりとかさ。だから、なんでだ、別にあのみんなのことが大好きであるっていうこともそうだし、ラブネットという会社をもっと大きくしないといけないということもわかってるし、でも、私じゃなくて別の人、もっと能力高い人々が J1 をちゃんと仕切って、あの、導くっていうことがいいんじゃないかなという悩みをずっと持ってったんだよね。なるほど。いや、それはないっすね。まあ、その、社長が変わるとか、うん、まあ、そういうのは考えれないっすね。でもさ、もっといい人が来て、もっといろんなことができる可能性もあるじゃん。いや、なんかやっぱそこ、やっぱりまあ、じゃなくて、まあそれこそお金とか、その、まあ、成績がいいとか、まあそういうことも大切かもしれないんですけど、まあ、僕は本当に自分のやりたいことだったり、自分のやりたい、一緒にお仕事をしたい人とやっていきたいっていうのが、まあ、一番あります、まあ、僕は本当やりたいことは絶対やるし、うん、本当に一緒にお仕事をしたいと思った人と一緒にお仕事をしたい、うん、そうだねうん、タクミ、私タクミにプレゼント一つあるんだけどさ、はい、何ですか？今引き出しのところにプレゼントあるから。引き出し？そんなある？え、これ？あ、これかな？うん。ちょっと待って。めっちゃ怖い。ドッキリや。ドッキリでしょこれ。ちょ、開けるよ。うん。バーンとかなんないよね。え、何？怖っ。
支社長のシールが貼ってる。なんすかこれ、給料明細ですか。あ、ね、これ開けていいですか。いいよ。はい。なんすか。いやこれどうしたらいいのこれ。呼んでいいの。いいよ。川西匠殿、毎日とてもとてもご苦労様です。 J1 がデビューしてもう丸2年が経ちましたね。想像以上に忙しい毎日を過ごしていることかと思いますが、楽しく活動してくれてとても感謝しています。何を喋ればいいのか分からなく、今までのラインを読み返してみました。とても面白い内容がいっぱいで面白かったです。しかし一つの内容が目に留まったので話します。おそらく匠が一番悩んだ時期ではなかったのかなと思いました。一緒に話して話して話しましたね。匠、辛い時は辛いと言っていいんだよ、嫌な時は嫌と言っていいんだよ。こんな社長やけど、匠と J1 のことであれば私が何とかする。体が潰されても守っていくし、幸せにしていくからね。映画のタイトルが未完成だったように、完璧な人なんて一人もいません。人はみんな未完成です。だからこそ面白い。私もメンバー運営スタッフみんなが気持ちよく楽しく仕事をできるように、今もなお毎日試行錯誤しています。J1 というチームはメンバー11人だけでなく、スタッフ、ジャムの皆様、すべての人で一つのチームだと思います。これからは今までとは違う世界にチャレンジしていきます。 Go to the top、 掲げた目標に向かって一緒に頑張りましょう。PS、 まだ本気の 100m 走対決の決着がついていないので真剣勝負しようね。あまり無理して骨折しないように気をつけてや。チェシンファありがとう。いや骨折あなたなのよ。もう絶対しないから運動は、社長と私勝つよ。いやだから絶対無理、その日に骨折したいから。ダメだよ。ありがとうございます。うん、一言で感想言って。一言無理やろ。いやじゃあもういいわ。そうね、いやでもまあちょっと、そうね、ねえ、まあ本当ね、大変なことがやっぱあったから、うん、本当に感謝してます。まあね、じゃあ今度また美味しいご飯食べながらゆっくりまた話そう。はい、うん、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。ありがとうございます。はい、じゃあもういつも通りやねん。長電話、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼させていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。バイビー。はーい。